両者にて解消させてくれ。さあ先輩後輩対決どのような結果になるかではいきましょう。歳末 VS KK カトラのち3-2-1ジャッジ。うわー、でも1本取った。歳末経験もでかい勝負的で。さあ続くの決勝は歳末 VS 鬼衆となりました。そして 1-0-1 はなんとなんと道場